どうもお久しぶりでございます。サハでございます。今日はプリンセスコネクトリダイブガチャ引いていきたいと思います。はい、久しぶりですね。うん、最後に動画上げた2ヶ月前か、11月頭ぐらいかな、出したんが。そっから早2ヶ月経ちましたけれども、この2ヶ月の間に何があったかって言ったら、特に何もなかったんよ。うん。いや、まあ、強いて言うなら、女かな、女。うん。何があったかは聞かんといてくれ。はい。ということで、今回は、アンとグレア、このコラボレーション的なやつ当てていきたいと思います。はい。今日はプリンセスフェスということでね、2倍になってるんで、まあ、当たるんじゃないかと思います。はい。じゃあまずは1連あるんで、まあ、こちら引いてから、早速、10連の方引いてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、女関係って言ったらな、まあ、これ役の伊藤美久が、まあ、熱で発覚ということで、私一応ね、なんか、その、伊藤美久に惚れてた部分があったからね、ちょっとショックで寝込んでしまった時期がありましたけれども、まあ、それもあってね、2ヶ月間休ませていただいてました。はい。それを言い訳に休んでましたね。ということで、20連目もないと。まあ、次の30連目、結構当たる確率が高いんで、まあ、こっちにかけていきたいと思います。伊藤美久ね。伊藤美久を超える声優は、まだ見つかってないんよ。伊藤美久。超えるステータスを持っている。いや、顔だけ見たら、伊藤美久以外に、理由とか、こうのまり方、うん、こうのまり方に言うてもんだけど、こうのまり方とか、結構、可愛らしい人はおるけれどもね。あの性格よ。伊藤美久のあの性格に近い声優で顔も美人っていう人は、まあおらんよね。友達いないっていうステータスがある声優あんまおらんのんちゃうな。で、もう一個、まあ伊藤美久で気になるのが、その男よね、男。だからニュース見た限り、その男っていうのは 2.5 次元俳優みたいな感じで、高身長のマッシュルームヘア、一番嫌いなタイプね。オタクが一番嫌うタイプの属性を持っている男と付き合ってるっていうこと、もうこれが一番許せんかったよね。うん、いや、俺一個も持ってないやん、そのステータスっていう。うん、当たらんくなってきたな。そのマッシュルーム、マッシュヘアは絶対あかんよ。あんなもだ、俺と大学行ったらもうマジおころころおるけど、そんなかっこいいかねって。男からしたらこれはあ、当たった。このアンの服ってこれペコリーヌの服っぽいよな。で、左のグレアさんも、なよ、イオリかな服みたいな感じになってる。まあ、結構イチイチなタイプなんですけれども、当たりましたね。はい。なんか、愚痴って終わりましたね。はい。ということで、まあ、伊藤美久を超える声優がいれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。ということで、終わります。はい、ありがとうございました。また2ヶ月後。